ダークソウル3。はい、どうも、ハピネスダークです。どんどん、ヤッホーイ。ってわけで、ダークソウル3、続きをやっていこう。上を見上げてくれ。俺の顎が微妙に見えるだろう。もっと近くで見るか。いいだろう。よいしょ、よいしょ。おや、画面外に隠れてしまった。黒い髪の毛しか見えないな。そうか、じゃあ立ち上がって、よっこいしょ。よっこいしょ。なかなか腰に来るな。もっと腰に来ることをして腰を鍛えよう。よいしょ、よいしょ、よいしょ。これで先へ進める。さ、意味のない前振りは終わりにして、先へ行きましょう。ここ、魔法陣ぐるぐるを倒してですね、先へ進むことができるわけですけれども、こっちって、何だったんだっけ？こっちでアイテムルートだったんだっけ？ちょっとすっかり忘れちゃった。つい2日前のことなのに、プレイしたの。ん？こっち行ってないね。行こう。ちょっとね、聖堂の方行きたいんだけど、こっちも行こう。おい、まあ。あいつね、絶対ヘビーになるんじゃないかって俺は思う。グンダのパワー、解放するんだと思うんだ。俺、HP が減ると。あ、解放しなかった。おっと？おっと？そういうことか。まったくもう一撃かよ。オッケー、お前も一撃だろ。オッケー、シミタの前にはお前らも、叶わない、叶わない、松明が熱すぎる、オッケー、先、熱すぎる、ロスリックのお兄さん、あの剣が欲しい、これ、剣棒が欲しいわ。ねえ、これ、中入れんの？無理だね。よし、ちょっとね、この先行ってみましょう。オッケー、ドドラザダダサラ、ドラザダダサラ、ドラザダダサラ、ドラザダ。ちょっとずつ進む、あん？レバーだ。あ？これ、ショートカッツが繋がる系かな？どうなんだろう。アイテムとかないかどうか。ちょっと、はい、はい。はい。この先、霧の壁はないぞ。ありがとうございます。じゃあ、ちょっと、これエレベーター乗ってみようか。どこ行っちゃうんだろう。上に行くの？どっかこのショートカットに繋がってるとか、あの屋根のとこに出てきたんじゃない？これ。ほら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 。繋がったねー。やったー。うわー、ジャンプ攻撃だ。すげえ、ジャンプ攻撃してきた、こいつ。うわわわわわわわ、わつわつ。あぶねー。ちょっと待った、ちょっと待った。こいつね、ちょっと、危ない。から、後ろから刺す。刺し子、刺し子。ほいー、野菜。野菜でも食っとけ。オッケー。オッケー、投げナイフだったんかい。なんだそれ。なんかチラチラ見に来たアイテムは投げナイフだったんですね。ここですね。ここに戻ってきましたね。やりました。これ何だったんだろうって言ってるところに来れましたね。じゃあ、ショートカットが繋がったわけなので、下のあの大聖堂みたいなところにね、行きません。せー。ちょっと遅いエレベーターでしたが、関係なせんが、お、アイテム。ちょっとね。あ、緑化さ、スーハーグサだ。来たー。これ。スーハーグサを手に入れた。このスーハーグサ、装備しておこう。澄んだ水辺に自生するという一年草。ファランの不死体がこれを用い、大剣を獣王に振るったことで知られている。ほー。そうか。いざという時にこれも使っていこう。よし。それでは大聖堂の方に行きましょうか。こっちで、ん？ここって、俺、なんだ？あ、上側もあったんだ、これ。そう。動画編集してるとね、あ、結構アイテム取りこぼしてるなっていうのがね、あるので、プライベートプレイでね、収録以外でまた拾いに行きたいと思います。で、目星アイテムがあれば、動画内に残してね、紹介していけたらと思いますね。はい。捨てられた、遺体の大きなソウルを手に入れました。え？なんだこれ？ジャンプをしろということなのかな。これ、いけないもんね。じゃあ、ジャンプしていけってことなんだ。届くの？届いた、届いた。よし。犠牲の指輪、来ましたね。死んだ時にソウルを手放さないが、引き換えにこの指輪は失われる。犠牲は価値を救うもの次第だ。価値は救うもの次第だ。女神ベルカの神秘の指輪を手に入れましたね。よーし、オッケー。これさえあればね。まあ、いざという時、え？あ！今、気づいた。ちょっと失礼。中身入ってないんだ。どういうことだ？とりあえずあれですね。これ、先へ進みましょう。ちょっと待って、これ。エスト瓶が1本しかないな。
なんか強いのが出てこられたら困るな。うわ、ロスリック兄さんがいるわ。ちくしょう、兄さんいるのか。兄さん、2体来たわ。1体ずつおびき出して戦いましょう。致命攻撃を入れながらね。よいしょ、よしよしよし、オッケー。やばい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 、横払いばっかりで来るこいつ。そこだ、うい、あ、気づかれた。やばいやばいやばい、これはこれはほんと半端ない。キリゾーンアタック、ちょっと突破だな。これは2体相手はちょっと無理。結構いないか、あそこにもいるぞ、ロスリック。ちょっと待って待って待って、正面玄関入ってしまおう。このまま入っても大丈夫かな、ボスだったりするのかな。ん、なんかここ行っちゃいましょうね。なんか正面に誰か座ってますね。誰だろう、これなんだ、死体かな。あ、人生きてる。話しかけられますね、話しかけましょう。おお、お待ちしていました。火のない灰よ。誰、私はエンマ、この城ロスリックの参議長、あなたに伝えることがあるのです。マキノ王たちはこの城にはおりません、皆帰っていったのです。この城の麓に流れ着き、よどんだかつての故郷へと、攻壁の下に向かいなさい。大城門の先、この召喚機があなたを導くでしょう。ロスリックの召喚機って読むのかな。これを持って門を開けるんだ。その門まだ見つけてないよね、でもね。それ探しに行かなきゃ、今度は。はい。あなたに選別を差し上げましょう。これは古い戦略の紋章です。もしあなたが侵入者を残り火に惹かれたダークレイスを恐れるのなら、それを心に刻みなさい。古い条約が呼ぶ、条帝が呼ぶでしょう。ダークレイスを狩る青い守護者を。ダークソウル2で青鏡がありましたね。よし、さあ、火のない灰よ、攻撃の下に向かいなさい。大城門の先、渡した召喚機があなたを導くでしょう。そして注意なさい、大城門には番犬がおります。なんだそりゃ、いまいましい冷たい谷の番犬が。というわけで、番犬がデーモンみたいですね。どうしてこの、あ、なんか顔がやばくない。これ口かと思った、鎧ですね、あれ。ガチガチ、この剣うめえやいとか言ってんのかと思ったら違いますね。エンマ様、エンマ様にいただいた召喚機の説明文をちょっと読みましょうか。はい、ロスリックの使者が用いる召喚機、大城門の外で掲げれば運び手がやってくる。はあ、ははあ、攻撃が生じ、不死骸との道が断たれた後、幾人かの使者がこの旗を掲げた。使命のまま戻る手段のないままに。戻る手段、戻れんの俺、行って大丈夫なのかな。ここちょっと広そうですね。エンマ様のエリアをちょっと探索いたしますよ。なんかこういう裏にアイテムとかありそうですけど、これさ、横行ける感じがしたんだけど、それは気のせいだったのかな。気のせいだったようですね。わかりました。じゃあエンマ様がいるだけでしたけれども、大事なものをいただいたのでね、その下へ向かいたいと思います。でもさ、これ明らか上行けるよね。あ、外から回ってくるのか。ロースリック兄さんたちをかわしながら行きますか。1体だったらいいんですけどね。俺1体で死ぬからさ。あ、出れないよ。びっくりした。なんか引っかかって出れなかったわ。アイテムとかないかな。うーん、見つかる前に上行きましょう。よしよし、オッケーオッケー。一体だったらオッケー。あ、誰？敵なの？やばいやばい、これは。これはやばい匂いしかしない。なんだこいつ。ちょっと強そう。青いよ、なんかマントが。なんなんだろう。危ねえ危ねえ。やばい、延長した。くそ。やぶねえ。何演者だこれ、青鏡のなんかなのかな。やばい、死んだ。一撃だった。クソ、タイミング間違えた。ローリングの何これ。この青いやつ倒したいと思います。倒せそうなんでね。いきなり演者かよ。マジか、いきなり演者来てやがったこいつ。俺が強いのをもう分かってるのかお前。あー強い。あーやばい、エスト使いたい、エスト使いたい。危ねえ。よいしょ。あ、エスト使いながら動けるんだ。そうだ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 、エストってじっとしてなきゃいけないっていうのがあったけど。やばいやばい、こいつめっちゃ強い。あの両手持ちがやばいですね。致命入れる、致命入れてきたいんだけどな。お、エンチャすぐ切れますね。でもまたエンチャすんのか。あんまそっち行かれると来ちゃう来ちゃう。
お兄さんたちが、赤い、ま、赤マントのお兄さんたちが、ええ、レンちゃんこいつ何回もできんのかな。よいしょ、よし、チャンス、よし、地名入れて戦っていこう。よし、いいぞいいぞ、ここで一気にラッシュで減らして、よし、オッケー。こいつ倒すと何か持ってんのかな。倒したいな。またエンチャが防ぐことができないからな、これ。両手持ち気をつけよう。エンチャのエンチャ切れるまでね、ちょっと待つっていうのもありかもしれない。すごい綺麗なんだけど、あの剣めっちゃ綺麗。よいしょ、うわやばい、あぶねー。片手攻撃はそんな攻撃力ないけど、こいつ エスト飲んだりしないよね。あぶねえ、あぶねえ、はい、あー弾かれた、やっべ、あぶねえ。よしよし、あーあーあー、超ギリギリだ俺今、スタミナをフルに回復して、やばいやばいやばい、押し出し食らう、いくぞ、よし、オッケー、オッケー。気づかれないように青い赤いやつにはね、もう一回エンチャとか来てくれれば次で仕留められそうだけど、しないよな、さすがにそんなこと。やばいやばいぞこれは。テスト飲んじゃうか、フルで回復しちゃおう。ローリングでよく蹴って攻撃、よっしゃ、勝ちましたね。俺の勝ちだ。何、熟練の奇跡、石か、石が手に入るんだな。ちょっと予想と違かったな。アイテムとかが手に入ると思ってた。マントとかね。あ、武器とかが。うん、これは何なんだ？熟練の筋力、技量の補正が高くなる。いいですね。ちょっと嬉しいかも、それは。そうか、こいつから手に入る。結構貴重なんだろうな、それ。反対側行きたいですね、これ。エストがないから気をつけなきゃ。ロスリック兄さんたちに見つかんないようにしてね。行きたいと思いますけれども。なんか飛ばなかったあいつ今。オッケー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 、こっち側行きましょう。こっちにもいるでしょ。でも一体いたよね、こいつはね。ちょっと確実にダメージを受けないように戦っていきたい。よし、硬くない、なんか最初にいたのロスリック兄さんより幾分か硬い気がするけど、うわーやべえ、あぶねえ、これ両手持ちが強すぎる。オッケーオッケー、あー、つらい。嘘、攻撃振ってこなかった。うわー、弾かれんだよなー。あー、くそ、強い、マジで。一旦ダメージでいきましょう。はい、オッケーオッケー、ひるんではくれるんでね。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ、強い、マジでめちゃくちゃ強い。あーやばいやばいやばい、この距離は一旦距離取ろう。よし、距離取らなきゃダメだねやっぱこいつ。よっしゃ、いい感じ、あと一撃で終わらせてやるぜ、バイバイ。よっしゃ、やりましたね。ロスリックの盾手に入れたけど重くて持てないんですよね。このソウルを失わずに帰りたい。あ、ルッツエルン手に入れましたね。これいちいちちょっと読んでいきましょうかね、説明文を外しちゃった。オッケー、はい、ツルハシのように振り下ろす武器でもあり、縦受けをかいくぐる横からの攻撃も可能。あ、そうなんだ、そういう感じなんだ、それかっこいいですね。回転投げ、あの羽のハルバートみたいなのと一緒ですね、似てますね。うん、あっち側は、俺はあっちから来たのか。じゃあそこ下か、下に行きたいんだな俺。これロスニック兄さんに見つかるかな。大丈夫だった、大丈夫だった、よしよしよし、オッケー。ちょっとロスニック兄さんから隠れる意味合いでこっちへ行きましょう。なんかさ、こう、儀式というかさ、なんか意味を込めて並べられてる気がしますね、この死体の。ああああああ、すいませんすいません、なんか混ざってました、あなた。ちょっと色違うなって今一瞬思ったら起き上がった感じだった、びっくりしたわ。これ何なんだろう。ああ、あれ、あれってオープニングで倒れた人じゃない、あのほら、オープニングでなんか背負って倒れちゃった人たち。なんだろう。うわうわうわ、なんか気づいたこいつ。よしよし。あ、やばい。俺ね、今ね、エストがないからおとなしくやられてほしいんだ。オッケー。まずは一人、ゆっくり倒していきましょう。はい、いただきました。はい、バイバイ。
よしよし、いいですね、一撃。あ、ここが番犬のとこなのね。ちょっと待ってよ、ここまで来てさ、エストが一本もないっていう感じ。ちょっと待った、エストを回復してきますね。お、回復してくるんじゃない。うわー、エストが蘇りそうだ。アンドレにエストのかけらを渡すぜ。レベルも上げちゃいました。体力と筋力、あ、技量、あ、筋力、技量、体力、筋力、技量、3つ上げました。はい、これでなんか使えるようになったかな、武器というか。あ、ルッツエルンが使えるようになりましたね。で、これはまだ使えないんだ。18必要なんだね。これね、ちょっとね、ロスリックの盾いいなーなんてね、思っているんでね、そっち使っていきたいですね。うん。あと、これもね、26か。使いたいね。これ筋力を上げていきましょうね。筋力、技量をちょっと上げていきたいと思います。いろんな武器ね、使いたいんで、ってわけで。で、ロンドレにエストのかけら、します。おー、あんたか。まだ無事なようで何よりだ。で、どの武器を鍛えればいいんだ。エストのかけらを渡したいんだ。はい。ありがとうございます。で、強化できないかな。シミターの強化、シミター3人はできない。6個も必要なんだもんな、大変だ。うん、じゃあこんな感じで今石を取っておきましょう。武器の変質、これさ、こっちのもう一本のシミターをさ、熟練のあれにしようかななんて思いますけれども、どうでしょうかね。あ、筋力でも上がっていくんだ。はあはあはあ、すごいなこれ。でもプラス1の熟練のシミタープラス2になるんだ。へー、いいなぁ。これ補正が大きくなるっていいですよね。あー、そうか、技量補正が減るんだ。難しいなぁ。今はじゃあこのままでいいですかね。今はこのままでいきましょう。 OK、 じゃあな、無事でいろよ。鍛えた武器が無駄になるからな。てなわけで、下へね、召喚機を使っていきたいと思います。それでは来ました。ここ絶対デーモン戦だもんな。さて、なんかいるかな？うん？なんだ？あれ？何も出ない。あ、ここを召喚機で開けるんだ。豪勢なもんですね。すごいな。でも番犬いるって言ってたよね。あ、これから出てくんのか。触ろうとしたらね。なんだこれは。お。しまった。なんだあれはって言ってますね、おっさんが。もわもわしてるよ。霧の中から飛び出してくんのか。うわぁ、なんか鎧着てるけど、俺多少ダメージ受けちゃってきてんだよ、ここまで。なんか持ってるメイスみたいなの。なにこいつ。うわぁ、ライオンズペリーと呼んでいきましょう。嘘、ボルト、ボルド、冷たい谷のボルドさん、ボルド先生。うわー、マックスだなこいつ。もう巨体マックス。はい、すいません、やばかった、今タイミング間違えるとこだった。回避の武器の方に避けていきましょう。うわ、勝て、めっちゃ勝て。わー、これとも食らえ。34しか効かない。はい、縦受けできるか。なんだあれ、なんか冷たいダメージを受けてますよ。凍っちゃうのかな。氷系ジャンプ攻撃とかないよね。氷系のダメージかな。嫌だなそういうの。両手持ちいけますね。よしよしよし、だいぶだいぶダメージ取った。オッケーオッケーオッケー。回復のタイミング間違えないようにね、やっていきましょう。あ、 S が4本になってる、やったね。よいしょ、冷たいダメージがちょっとヤバそうだったなあれ。ああ、ガードしても上から、やばいやばい、これ危ねえ、やばい、これは、確実に避けていかないと。当たんなかった、やばいぞ、危ねえ、リーチ長えな。このちょっと中途半端に減ってる HP がすごい気になるんですけど、やばいわ。おい、カモン、イエーイ。来なくていいよ、やーべえ、怖え、攻撃ができない。うえー、突き攻撃が早すぎて読めないよ。危ねえ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 。よし、それはオッケー。タイミング読みやすいけど、一歩間違ったら大ダメージって感じがする。どうしよう、どうやって戦おう。突っ込んでくるかな。よし、こいつでもお腹ら辺はダメージあれだったんだね、結構通らなかったんで俺、運良くかもしんないけど。やばいぞ。よし、オッケー、攻撃できる、ようやく攻撃できた。
いやー、隙を見て確実に減らしていきましょう。負けるわけにはいかないんでね。うっそ、うん、完全に間違えた今だタイミングを。ストップ、よいしょ、オッケー、ダメージ受けろや、オッケー、受けたね、オッケー。両手持ちで一気にね減らしていきたいな、効率よくね。よし、顔面でもダメージ一緒か、どこでも。顔面は多少でかいかなって思ったけど、オッケーオッケー、カモンベイベー。初めてのボス戦ですね。やっぱね、無理、突き攻撃、俺ねタイミングが分かんなくて避けられないんですよあれ。よし、両手持ちで、えい、オッケー、だいぶ減らした。そんな最大 HP ないんでね、確実に行きましょう。今夜モルド先生、ジャンプ攻撃、突き攻撃か、よいしょ。獣っていうか犬とかと思った、違う、番犬って言ってたからね、犬じゃないでしょこれ。はい、あー、もう一段階攻撃あった、危ねえ。お腹らへんはね大丈夫そうなので、やばい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 ぞ、なんか、あ、目が光った、危ねえ、なんだこいつ、一気に攻撃が変わった、なんかやばそう。で、その後、わわわわわわわ、あぶねー、半分減ったら、だいぶだいぶ攻撃体系変わった。大丈夫なのこれ、あぶねー、押しつぶされるとかった。でもこれスキルかい、あーやばい、 HP フルにしたいな。突っ込んでくる攻撃が避けられなさそう、やべえぞ。いやー、くそい、なんだこいつ、あぶねー、エストがねー、もうやばい、どうしよう、攻撃のタイミングが分かんなくて避けられない、突っ込んでくる攻撃がどうしても避けられないよ。絶対やるんだ、あの突っ込んできた後にあの攻撃、近く寄っとけよかった。よし、あ、やばいやばいやばい、うわ、やられた、なんでか、くそ、なんだ今の状態以上、なんだろうあれ、何なんだろう、ダメージ受けんのかな、わー、勝てそうなんだけどな。ご視聴ありがとうございます。ハピネスダークのチャンネルを登録して最新の動画をチェックしてください。 PC の方は画面内にあると画像をクリック、携帯やタブレットの方は画面下にある登録ボタンからどうぞ。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。コメントや評価もお待ちしております。お送りしたのはハピネスダークでした。